お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。俺なりに何もあがかなかったわけじゃねえんだ。これからって時にガタが来ちまった。思い通りにいかねえもんだ。桐生さん、エンディングノートって知ってます？残りの時間をどう使うかを考えるのにエンディングノートはおあつらえ向きなんです。うん、今思いつく限りじゃこんなとこか。いいですね、結構あるじゃないですか。これまでの人生を振り返りつつ、心残りであったりとか、実はやってみたかったこととかをエンディングノートにバンバン書き出すんですよ。そういうもんをしたためるってのは、人生の終わりを強めに自覚してるからだと思うんです。久しぶりに手合わせに来てみりゃ風間の粋な計らいだな。伊達さん、お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしている。けど違う、それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。はじめまして、サバイバーへようこそ、鈴木さん。やっぱり昔の仲間がどうしてるか気になるもんだろ。俺はお前のエンディングノートとやらを充実させてやりたいんだ。お前なりに昔の仲間たちと区切りをつけるといい。どこかでまだあの人を待ってるのかも。一途でいい女だと思いません？どんな病気だろうが、お前は受け入れすぎてるよ。フォンシャイン！我々と交わした約束のはずだ。戦いを続けるのは今までずっと強さを示してきた者の義務じゃねえのか。僕の大事な大事な友達なんだ。桐生一馬が歩いてきたのはそういう道だ。お前にはそれをじっくり振り返って味わう資格がある。もしおじさんに会えたらどうするですか？もう行くよ。そうか。あばよ。達者でな。